写真拡大。選抜高校野球1回戦、龍谷大平安2の0津田学園25日、甲子園球場。1回戦3試合が行われ、山梨学院が大会最多タイの24安打、戦後最多の山梨のデスカイネの異名を持つプロ注目の3番野村健太外野手3年が、大会タイ記録の1試合2本塁打を含む3安打5打点の活躍で記録的猛攻を呼び込んだ。龍谷大平安は延長11回の激闘を制して津田学園甲子園一家の血が騒ぐ。目の前で4番が歩かされたチャンス、石岡はじめを下した。龍谷大平安の奥村誠大2年は笑みを浮かべた。自分と勝負してくれるんだと嬉しくて、ありがとうと、直球を捉えた打球が左翼フェンス手前で弾む。自身の甲子園初安打が京都勢通算に。原田秀彦監督58も絶対打つと思ったと信じた結果。毎朝朝食後に5分ほどトイレにこもるという。そこで野球のことをイメージして、それで何もしなくても水を流します。ラグビー五郎丸歩のキック前のポーズでルーティンの重要性を知り、独自の形を作った。毎朝のイメトレが結果につながる。体調も万全だ。1月に中学時から患う不整脈改善のカテーテル手術を受けた。いざ手術したらお医者さんの予想以上に不整脈があって、今は不安なく野球に集中できる。父真一さんは2回戦から観戦予定で不在だったが、兄天忠志ヤクルトはスタンド観戦。兄が見ているところでよかった。お預けとなった親子兄弟アーチも次戦以降の達成を予感させる活躍だった。